そもそもマチカネワニとは何なのか。実は何を隠そう、これは俺の30年来のあだ名である。1964年、大阪大学豊中キャンパスの建設現場で、日本で初めてのワニの化石が発見された。これがマチカネワニである。豊中の小学生は郷土史の時間に必ずこのマチカネワニについて勉強する。先生がその標本写真を見せた途端、教室中から声が上がった。うわ、勅使河原にそっくりや。以来、俺のあだ名はマチカネワニとなった。俺は勅使河原龍太郎、37歳独身。今日、15年ぶりにこの町に帰ってきた。マチカネワニ？おかえり！豊中稲荷神社は北摂のお稲荷さんといわれる由緒ある神社である。幼稚園や公園が隣接しているため、子供たちの元気な遊び声がいつも絶えることがない。俺たちも子供の頃にはよくここで遊んだものだ。なんてことを言っている俺の横には、なぜかつい先ほど豊中駅で15年ぶりに偶然再会した元カノ南蘭が座っており、マチカネワニマンション買うんや。いや、まだ買うって決めたわけや。100まで行くと思う？え？かけようか。私行くと思う。ま、やったー！ 100 回突破！さ、モデルルーム行こう。え？モデルルームは申し分なかった。部屋も俺が東京で住んでいるものとは比べ物にならないほど豪華だったし、何よりも満員電車を2つ乗り継いで2時間近くかけて通勤している俺にとっては、豊中駅2分という立地には甲子がたい魅力があった。でもなぜか俺は即断を避けた。もちろん人生最大の買い物であるということもある。いや、正直に告白しよう。俺は昔から優柔不断なのだ。誰かに背中を押してもらわないとダメなのだ。マンションやったやん、駅前やし。やっぱり俺一遍帰るわ。ごめん、付き合わせてしもうて。また逃げるの？あの夜からあんたのことずっと待ちかねばに。やはりふるさとはいい、豊中はいい。背中を押してくれる人がいる。どこかから風に乗って秋祭りに向けて稽古をするお囃子の音が聞こえてきた。間もなく俺はこの町の住人になる。